はい、みぎちゃん、 2B のみぎちゃん、えらい出して食べていいんだらって。なかなかみぎちゃん賢いな。なあ、はい、エルマちゃん、エルマちゃんも個室でちょっと、まあね、この方がええやろな。なあ、エルマちゃん、そんな怒らんだもんね、近くにやった。たまーにさあしゃーって言うけどね、近くに顔やったらボンさんが、はい、あ、これないな、これこうとかな、匂いのやつね。はい、チャオくん、チャオくんいつもそこやな。これモブちゃんはここ、昨日もねライブ中にも、あ、怒った、ちょっとだけマシかな、耳がね。ね、モブちゃん爪切れるかな、ちょっと頑張ってやらなきゃいけないな、もーちゃんも。おしっこ漏らすかな。けどちょっと頑張らなあかんな。な、いっぺんやってみようか。クリちゃんもやけども。ねえ。はい、みなこ。あ、これちょっとまだいかんというか。みなさん、今日ね、爪切れてよかったわ。まあ、足はね、切ってないんやけどね。まあ、足も切るべきやんだけど、まあそこまでちょっとなかなかね。無理なんで、こう気に入ってんのな、みんな。こう、あとももちゃんと、あれ、あ、バラバラやね今日。はい、クイちゃん、クイちゃん、あの毎回これな、はいはいはい、これしよう。これによってだいぶな変わってくるから、はいね、ちょっとずつ毎日これしような。はい、でももちゃん、ちょっと閉めとこう。ももちゃん、あ、ララちゃんね、これララちゃんね、こっちララちゃんで、もう目がね、あれしてんかって分かれんね、ララちゃんとももちゃん、ちょっとちゃうかな、かも顔では分かるかな、あ、分かるね、ちょっとだけちゃうね、何がちゃうやろ、もう目もちょっとちゃうけど、まあまだ分からんね、ももちゃんどっちが言うだろう。これ分かる人すごいと思う。どっちか言うとポンさんはララちゃんの顔が好きちゃうかな。ララちゃん可愛い顔してね、どっちか言うと。モモちゃんは目の大きさかな、何やろ、何がちゃうんやろ。まあ可愛いけどね、モモちゃんも。だけど特に顔で言ったらこっち、この子可愛いらしいんですよね、ララちゃんは。ね、こんな感じでね、誰が可愛いとか言うとあかんわね、みんな可愛いからね。はい、みぎちゃんです。さあ工事もうちょっとしたらかかるよ、もうちょっと辛抱やで、このゴールデンウィーク終わったらな、かかるから、1日か2日で終わるからな、待っときよみーちゃんね。まあ、だけど梅雨入るからね、その後ちょっと辛抱かもわからんけど、夏は暑いね、ちょっと暑いかもしれんけどね、よかったな、もうちょっとやね。はい、そんな感じです。